はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、タイトルにあるこのオーバードライブ系ですね、ボスので、チックストンプの方はどれだ、これなんて読むんですかね、いつもわからんのですけど、ストゥーパーオーディ全然わからん、まあ、これがどうやらボス SD1 オーバードライブのモデリングだというところですね。で、ちなみに今ですね、 HX ストンプのこのクリーンを今回使おうかと。これがですね、ポール・リード・スミスのクリーン、これ結構いい音だったんで、なんか純粋なクリーンって感じですね。うん、これをベースにして歪みを乗せてみたいと思います。で、ボス MS3 に関してはナチュラルオーディ、これがだいたいよく似たところの音なんじゃないかなと思いましたんで、ちょっと、この2つを比較してみたいと思います。ではちょっと音を鳴らしてみます。いかがでしょう、もう聞いてちょっと歴然じゃないですか。あのこれボス MS3 の音量落としてるんですよ。これ上げてみたら、さらになんかね、なんて言えばいいんかな、音が太いというか、こうギュッと詰まった感じがあるんですよ、歪み系に関しては。特に OD、 ガチガチのね歪み系に関しては HX ストンプかなり強いんですけど、オーバードライブ系はね、ボス MS3 に基本的に軍配が上がるような、そんな僕は感覚がありますね。なんだろうな、特にこのナチュラル OD とかだと分かりにくいんですけど、他のこの OD1、 ここは比較できないんですけどね、これとかもすごい現場で使える、軽めの歪みというか、結構使えますよ。まあ、今回ですね、この SD1 のモデリングとナチュラル OD、まあ、よく似たぐらいの歪み量の2つを比較してみたんですが、ここではボス MS3 の価値かなと、僕が使うならこっちかなという感じですね。はい。まあ、そうですね。はい。まあ、今回の比較はこんな感じでございます。次回はですね、コンプ行ってみようかなと思います。クリーン系の、ダイナコンプでも行こうかなっていう感じですかね。はい。また次の動画、楽しみにお待ちいただければと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。